はい、ポケットモンスターソード実況プレイのパートでやっていきたいと思います。2つ目のスタジアムがあるバウタウにやってまいりました。ここの、ジムリーダールリーナと戦ってね、2つ目のバッジ手に入れていきたいと思いますが、まずルリーナはどこだということでね、いたジムチャレンジャーですね。すごすぎです。ダンデの推薦でしょ。あなたジムリーダーの間でちょっとした有名人なんだよ。はい、有名人さん、私のことも知っておいてね。お、リーグカードありがとう。さあ、バウスタジアムにおいでよ。大好きな釣りよりも大好きなポケモン勝負をしたい。まだ OK。 まあ、水タイプのジムということで、草タイプや電気タイプはもちろんだけども、まあ、ロコンのフリーズドライも刺さると思うのでね、この辺を中心に攻めていきたいと思います。今んとこ使える効果はこの、あ、一応キリュウリアも草タイプの技覚えてるからな。そう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 、マジカルリーフもあったわ。では参る。よし、挑戦。OK。あ、あのちゃんまたいた。あったな、この仕掛け。アウタウンポケモンジムでのジムミッションは迷路をクリアしてゴールに向かうことです。ただし迷路は途中で水にルートを塞がれています。ではどうすればいいでしょう。あそこの赤いスイッチを押せばわかるかもしれませんね。それではジムミッションスタートです。行ってみよう。タマロってまだ水タイプしかないんだっけか。スティールは買ってて欲しい。フリーズドライ、オッケー。いいな、ちゃんとチャレンジャーに負けても、なんだろう、負け、やっぱ潔いというかさ。クラブ、クラブ結構攻撃力高いんだよね。なんだっけ、金銀だかハートゴールだかで秘伝要員として世話になったわ。映画に
まあ、このまま行こうか。硬そうだな。耐えない、オッケー。カムカメ。いいね、ロコン無双だ。オッケー、強い強い。これ切り替えて、よし、完璧。とてはキレリアでいきましょう。ミッションクリア。ようこそいらっしゃいました。ジムチャレンジャーエントリーの方、改めまして私はルリナです。さっきは探させてごめんなさいね。私のミッション控えめに言っても難しいのによくクリアしたわね。初見じゃないので、あなたポケモントレーナーとして冴えた頭脳の持ち主なのね。キプレイなんです。その冴えた頭でどんな作戦を繰り出そうとも、私と自慢のパートナーが全て流し去ってあげるから。行くぞ。マジカルリーフ。早い、意外と早い。耐えるか。いや、このまま押し切ろう。オッケー。
ハッシュカマス。ロコンでいこう。あいつの攻撃力高そうだな。フリーズライ。よーし、強いぞロコン。ああ、そうこう教えてんねんから、ラビフットレベル上がそうだし。バチンキー。いいね、エース対決だ。そしたらダイマックス大草原。CD 画面でもこっちの方が早い。4倍ダメージ耐えれるか。耐えない。しかも低いでしょ。よし、オーロラビームいいかなレベル26、レベル24。よし、そんなに自慢の最強メンバーなのにまとめて押し流されちゃったそんな悔しがる。なんだろうこと。ふう、手合わせして分かりました。あなたたちチームには自分チャレンジで勝ち進み、チャンピオンに挑むに至る素晴らしいスピリットがあります。あなたたちチームバッジを受け取るのにふさわしいのよ。はい、レベル30までのポケモンを捕まえられるようになった。次に挑むのは炎の準備リーダーね。今のあなたたちなら彼も相手をしてくれます。炎だからな、地面タイプで、まあ、モグリュウがいるから、そいつは主体として、あとどうするかだな。水タイプすればいないんだよね。まあ、カムカム下げちゃったからってのはあるんだけど。はい、そしたらだ、モグリュちょっと集中してあげといた方がいいかな。間違いなく使うと思うんでね。あとは青ガラスとかもひょっとしたら使うかも。委員長がお待ちかねです。シーフードレストラン防波堤においでなさい。委員長の顔がよくわかるリーグカードを渡しておくから。お、ローズ委員長はやるべきことをすぐになさらないと気が済まないお方。
委員長を待たせることなくシーフトレストランに行きなさい。あ、ちょっと待ってね、忘れてた。ありがとうございます。なんだその動き。カモメ飛んでら。おか。いたいた。ナベ君、君の勝利をお祝いしましょうか。あら、あなたも招かれたの？二人は知り合いかね。いいね。さあさあおかけになってくださいよ。バウタウンは水産の町。やはり食べるなら現地で採れたものだね。すべてのメニューがデリシャスです。ところでマグノリオ博士はお元気になされていますかな。博士にはお世話になりましたよ。願い星の秘めたパワーでポケモンを巨大化させるダイマックスバンドを作れたのも彼女の研究のおかげです。ああ、ダイマックスについてはまだ不明なことが多く、不安もあると申していました。私が旅立つ時もパワースポット探しマシーンまで持たせたくらいですから。パワースポット探しマシーン。それのおかげでパワースポットガラル粒子が発生し、ダイマックスを使える場所も判明したのですよ。だがマグノリア博士が不安を覚えるのは良くないね。私に何かできること。ソニア君、ナックルシティにあるホームスクに足を運ぶといいよ。私は歴史の中にダイマックスの秘密を紐解く鍵があると考えています。わかりました。見学の手配をしておきます。ですが委員長、そろそろお時間です。え？ナベ君の話を聞いていないのに。流れ押しが仕方がないね。やるべきことはすぐにやらないと。それでは皆さんごきげんよう。まだ飯食ってねえんだけど。親切なつもりなのかな？確かに伝説を調べるには宝物館持ってこいだけどさ。水バッジをもらったんだよね。ユリーナに勝つなんてって大したものだよ。ご褒美の技マシンあげる。敵討ち。はい。ユリーナは親友なんだ。ちょっと会っておくかな。じゃね、ジムチャレンジャー。おーい。じゃあまた新しい冒険に出かけましょう。お前は今、草バッジと水バッジを持ってる。次の相手はエンジンシティ、炎のジムリーダーカブさん。カブさんについていいことを教えてやるぞ。なんとカブさん第二構図で特訓してるらしいぜ。エンジン室に戻ってもカブさんがいないからな。ジムチャレンジに向けて第二構図で特訓するぞ。よし、付き合おう。水ポケ加えといた方がいいかな。どうしよっかな。どうしよう。ヤドン遅いんだよね、スピードが。かそもそもこいつ水じゃなくね、今回。ほら、ふと思い出したけどさ、キルリア一旦下げかな。ロコンか。アーケンもいるな。岩タイプ。あ、でも飛行で被るわ。しかも素早さ低いし。ダメだ。ちょっと釣り頑張ろうかな。なんか釣れるかな。釣り場がね、あるんですよね。
と、なんだ。お、確かます。しかもレベル高。これ進化直前じゃん。捕まえるの見事に失敗しましたけども、危ねえ危ねえ。ダブルアタック、戦力じゃないですか。問題はと、あの性格がね、何で出てくるかなっていう。理想は意地っ張り。あ、ルアーボール使えばよかった。まあ、いっか。重要の、お、いいんでね。あと差し込ますか。なんかどうやら弱しとかチョンチーとか出るみたい。チョンチーいいな。電気も使えるし。差しかま率高っ。いや、こいつしか釣れねえ。おやおや、ダメだな。まあ前回もね、カマス城を使ったことないんで、いっぺん使ってみてもいいかもしんないけど、ダメだ、全部差し込ませた。まあしょうがないか。はい、じゃあとりあえず今回はここまでにしておきましょう。まあ、次回は、第二鉱山の方を経由してエンジンシティに戻るということですね。はい。よし。ではポケットモンスターソード実況プレイのパートで最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれなー。